その島で壊滅したとニュースが報じたのだ。誰も止めることができなかった悪の進撃を海軍中将カープという男が止めた。カープの名は世界に轟き、海軍の英雄と呼ばれるようになった。そこが数あるカープ中将の英雄伝説の始まりだったのか。ガープ中将はすでに英雄伝説が多すぎて、さらにそんなすごいエピソードがあるなんて今まで知りませんでした。あの人すごすぎます。ビッグマムにカイドウ、次から次へと。しかし当人はあまりこの話をしたがらなぜです。